昨日恩師だった中西太さんが亡くなられたっていうニュースが入ってきましたが、あれだった、はい、ちょっと中西さんとの思い出を伺いたいっていうファンの視聴者の方もたくさんいらっしゃったので、うん、なんかだって今の宮本さんある、ね、打撃あるのも、いやもちろんそうさんっておっしゃってたんですけど、おかげですね。最後にお会いされたのは昨年OB クラブの方の YouTube で、はい、あったんですけど、まあなかなかお口も元気で、うん、全然元気そうでしたね。まあちょっと歩くのがあれかなとは思いましたけど、うん、でもまあ元気だなっていう印象だったんで、僕ちょうどね解説の日に聞いたんですよ。あ、そうなんですね、うん、でちょっと今も冷えしたんですけど、はい、なんかまだもう一つピンとこないよね。まず1年前の去年の動画があれだから89歳みたいなことじゃないですか。誕生日、ね、すっごいお元気に見え、うん、ね、1年後に亡くなる方とは思えないけど、まず89歳見えなかったですよね。まあそうだね。だからまあそういうね、まあお年で体調崩されてよくないもう年じゃないですか、はい、まあ90ぐらいになると、はい、まあ、それでもやっぱり元気そうだなというふうには思ったんで、まあちょっとびっくりしたというか、なんか未だにピンとこないというか、はい、どういう方も豪快に見えるんですけど、なんかもう単純に、まあ僕が見たね、まあいろんな話は聞きますけど、まあ実際に僕が接した中で言うと、まあ本当に選手のことを考えてくれるんで、まあ極端に言うともう何時間でも付き合ってもらえる練習に、はい、まあ当時で言うとそら僕が4世紀前ぐらいになるのか、はい、だからもうそれこそいくつだ60いくつだよ。ああ、そうですよね。でずっと投げてくれるわけだからさ、一回なんかちょっと心臓良くないんだよって言いながら心電図みたいないっぱいつけながら投げてたからねすごく親身になってやってもらったし、そのやっぱり打つことに一番劣等感があったんで、それをこう取り除いてくれたのは中西さんで、考え方とかも含めて全部変えてくれたんで、僕もちょうどもうこれ何か変えないとダメだなって思ってる時のタイミングだったんで、だからもう今まで僕が自分がやってたバッティングなんかもうゼロにしました。もう捨てました、完全に。でもう中西さんの教えを追って、もうダメだったらもうしょうがないと思ったんで、ずっと毎日神宮のゲームの時は来ていただいて、練習の前の早出をずっと投げていただいてたんで、まあシンプルにその一番力が入らないところ、アウトコースの低めの球を力強く振れる練習を、まあ簡単に言うと反復していくんだけど、でそのバットを内側から出す練習であったりとか、力がなくてもいいポイントでさえ打てば打球っていうのは強くなるんだよっていうのを教えてくれた人でもあるんで、まあでもね、気がつきゃ打たされてるって感じです。 T とかでもキャンプの時に気がついたらもう2箱3箱打たされてるみたいな。でもそう見てやっと、あ、しんどいみたいな。やってる最中はもう乗せてくれるんで、僕の時にはなかったけど、もう T 上げるのもどんどん近くなってくる。で手をバンって打たれることあったっていう、それぐらいこうグーッと入ってくる。ユニフォーム着てベンチ入られてる時っていうのはこうやって、まあ、バッティング主に教えるわけじゃない、はい、で打つ瞬間パッと下向くんだって、その結果を怖いんだってそれぐらいこう繊細な、ね、豪快な人ってイメージあるけど、すごい繊細な人で、でバッティングだけじゃなくて守備ものことも、まあ、僕はお前はもう守備は言わんでいいけどって、まあ、岩村とかさ、守りのことも多分彼は教わってるし、僕なんかでもその打率上げるにはこういうセーフティーバンド、プッシュバンドを覚えなさいって言って教えてもらったりとか、で一回僕らの時なんかで言うと、セーフティーバンドってみんなギリギリでポンってやろうとするけど、違うと、いいピッチャー、いい反応のやつほどバッてサード側に向けろって言うんですよ、バットを。ほんなら絶対そっち降りるからって、でそこに空間があるから、そこにコーンと押せる。面白い。それはすごい教わったんですよ。へえ、面白い。
だからそのままこうやってコンってするんじゃなくて、パッと早めに構えて、みんながわーって来た時にそこの空間にこうやってそのまま押して、手で細工するんだよって、足でやるんだぞって。すげえ。で、まあ、それも教わりました。それ実践されてましたよね。もちろんそうですね。なんかそういう感じの気配、宮本さんがそういう感じの気配を思うとある、うん、でも中西さんはだから本当に打つだけじゃないですよ。もう野球をよくやっぱり勉強されてた方で、本当になんか押し付けるわけでもなく、けなすこともない、すごい乗せるのが上手で。そういう方なんですね。なんかやっぱ愛される方と思いますけどね。僕なんかもうね、太さんはもうずっと年賀状書いてました。書いてました。中西さんからも来るんですか。来てた。でも最近その字じゃなかったけどね、印刷になって絶対なんか一言、早く家に置きなさいとか、なんかいろいろで球場でたまに会う時があったんで、はい、でお前教えてくれとかってよく言われましたけど、まあでも恩人ですね。野村さんもそうですけど、こと打つことに関してっていうのはもう僕はもう中西さんが全て。だって宮本さんあれ、まあ、結果打ててなかったらもう2年ぐらい早いかもしれないですよね。いやもっと早いでしょ。打ててないと、うん、それはある程度打つやつになってくるじゃないですか、はい、今の野球を見てもね、うん、あまりにも打たなかったらやっぱりちょっと打つやつを、ね、守備をちょっと目つぶってでもそっちが使ったりするわけじゃないですか、はい、だからまあそういう部分で言うと中西さん、中西太さんは、いや本当にだからまあ伝説の人じゃないですか。伝説の方ね、ショートがジャンプしたらそのままスタンドに入ったというね、はい、でその方が、まあ、若松さんが監督の時に臨時コーチで来られたんですけど、若松さんも現役時代の時にすごく教わってて、はい、僕らでいうともう雲の上の人なわけですよね、はい、中西太さん、でその人が臨時コーチで来るってなった時にもうこれしかねえみたいな、いて前打線を作ってね、いろんなとこ、まあ、オリックスもそうですけど、はい、そういうのをあらゆる名打者を育てた方なんで、もうこのチャンスは逃せれんぞっていう、こうまあまんべんなく見られるんで最初、でその時にすごくこう自分から質問したりとかして、で「おい投げるぞ」って言ったら一番ピュッてこうやって行って打たせてもらって、まあ岩村も結構そのまあ岩村を何とか育てたいっていうのがチームとしてもあったと思うんで、だからやっぱり岩村なんかはやっぱ中西さんだったん でそこをこう岩村だけじゃなくみたいな俺はね。でもちゃんともうだってレギュラーで活躍されてる中、やっぱそこ行かれるのがやっぱり宮本さんだなっていう、まあ、その考えたらちょうどタイミングも良かったしね、これは何とかしないとちょっと俺も外されることもあるなっていうのは、この先ね、ここ1,2 年は大丈夫でもそういう選手出てきたらまずいなと思ってたから。いやいや、なんかこう中西さんに心配されたことってありました？宮本さんこここうしとけよとか。いや中西さんは俺はあんまりそんな言われたことない、うん、だから評論のこともまあ結構厳しく書くけど、まあ、あんな厳しく書いてなんていうのは絶対言わなかったよね。ああいうところで伝えれることを伝えろとかね、お前はええとこ見とるとかって言ってくれたりとかして、だからそういうのでは全然言われたあれはない、うん、やっぱでもこうやって中宮本さんが教わったことをね、てか中西さんが教えた選手の皆さんがこれをこうやってこの後も、そうですそうです、だからやっぱりそれだけのバッターを作ってきたっていうのは、まあ、今の打ち方でねこう落とし込んでいっても、はい、やっぱり大きく外れてることはほとんどないので、あ結果これ今の打ち方の表現だよなっていうのは結構あるんで、
中西さん、宮本さんに教えたことが例えば日本新薬にも伝わってて、今の中日の福永さんにも言ってとか、ねね、継承されていくっていうのは、うん、そのぐらいの、でもそういう方です、そのぐらいの方ですよね、中西さんのバッティング技術というのは。みんなそうやって伝えていってると思いますよ、うん、寂しいですね。いやちょっと寂しいね、まあ、本当にそういう体調が悪いとかって聞いてて、聞いてたらね、ちゃんと情報としてあったらもう一回やっぱ会いたかったんで、まあ、野村さんもそうだったんでね、結局会えるチャンスを会えなくてとかっていうのがあるから、まあちょっとまあもうそういう年になってきたからね、みんな同じぐらいの年がお父さん亡くなりましたとかって、まあ、そういうのいろいろ聞くんで、まあしょうがないけどなんか残念だなっていうのは思いますね。ぜひあの中西さんから教わったことをたくさんの方にお伝えしていただけたらなと思います。そうですね。はい。それが僕らの仕事だと思って、はい、お話ししていただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。